はい、どうもこんにちは、中村美香です。今日はとある一日の Vlog をご紹介していこうと思います。もしよかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、私がもう10年ぐらい通っているネイルサロンのファクトリーガールに来ています。もうね、地爪もかなり伸びてきています。今ね、ベースを塗ってもらっているところになります。いつもね、可愛いデザインがたくさんあるので、基本的にデザインはお店にあるものとか、お店のインスタグラムとかを見て決めています。この日もね、インスタグラムにアップされていたコレクションネイルのデザインを元にデザインしてもらっています。今回は表参道店のたけちゃんにやってもらっています。表参道店の店長なんですけれども、もうめちゃめちゃ上手です。もうたけちゃんは本当に上手でね、もうやってほしいって言ったデザインをもう本当イメージ通りに仕上げてくれるので、もう本当にね、頼りっぱなしというかね、なんかいつもお任せでねやってもらっています。とっても素敵なネイルに仕上げてくれるので、よかったらね、こちらも最後まで見てみてください。この日のネイルは左手と右手がね、違うデザインのものになっているんですけれども、左手はね、かなり凝っていて、いろんなアートが入っています。ちょっとね、途中なんですけど、こんな感じです。かわいい。右手はね、結構シンプルで、こんな感じのちょっとね、オーロラミラーネイルみたいになってて、ワンポイントだけパーツが乗っているようなデザインになっています。もう左手はね、上からいろんなの重ねたりね、色も塗ったりとかしててね、ちょっと正直何をしてるかわかんないくらい、なんかすごかったですね。こんな感じでね、どんどん上に色を重ねていって、最後はね、結構ね、違う感じになります。じゃん、こんな感じ、すごくない？これはね、なんかね、マットなゴールドのミラーネイルなんですけど、可愛くて最近よくやってもらってます。完成。はい、ネイルが完成しました。めちゃめちゃ可愛いです。すごくない？なんかいろんなことになってて、超凝ってるネイル。右手はね、結構シンプルな感じになってます。このシルバーのボールがついている感じです。なんかちょっとミラーネイルになってて可愛いです。シェルが乗ってたり、天然石が乗ってたり、こうね、なんかちょっと透明なのがプクプクしてたりとか、すごい凝ってるネイルでした。これはね、アクネのコレクションネイルになります。はい、これから美容室に行ってきます。表参道にあるビッグイクルに来ています。原宿にあるビッグエクルさんに行っています。いつもやってくれるカイさんです。こんにちは。お願いします。お願いします。前の染めてもらってから1ヶ月ぐらい、うん、もう下ろせなかった。めちゃめちゃ早いんですよ、美香さん伸びるのが。だって結構気づいたら、うん、そんな経ちました。ね、すごいよね。よし、じゃあお願いします。はい、今こんな感じです。前髪はね、めっちゃ伸びてて、これは短く切るのと、この辺はね、軽く色入れるだけでいいかなっていう感じ。はい、これは今何を塗ってるんですか？これ、ね、髪の毛に、トリートメントに似たようなものなんですけど、なんか、ね、薬剤に、混ぜて使うものなんですけど、うん、これを前処理で髪の毛につけて、で、二浴式でシャンプー台でもう一度つけることで、髪の毛のこうパサつきとかね、
広がりがちょっと抑えられるような薬になっているので、とってもいいので最近お客さんに勧めてます。楽しみです、はい、めっちゃ近くないなんか この動きだけでもその超ボケてんの後ろ、うん、すごいよね。綺麗だね、うんうん、なんかおしゃれに撮れる感じ、うん、今根元に薬が塗り終わりました。よいしょ、いいじゃん、見やすい、見える、すごいツルツルに見えるケアプロ使ってます。ちょっと短めじゃないでしょうか。目にかからない感じで、目のちょうど上ぐらいで、うん、前髪が落としかった。前髪ねもう分けるしかないですよね、うん、ちょっと目開けてみる、ちょっと切れます、うん、あと1cm ぐらいですね、うん、1cm ぐらいちょっと行きます。 1cm といったもの多分 0.7 ぐらいかもしれないですちょっとビビりながらもうちょい行きます、もっと行ってもいいかも、もうちょっと行っちゃっても、すぐ伸びるからね、うん、OK です前髪はね、本当に一番印象変わるですね、うん、今、眉と目の間ぐらいですね、大体、うん、今髪の毛が終わりました。こんな感じでツルツルになっています。すごいツヤがたくさんケアしていただいてるので目がすぐ頑張ります、ありがとうございます。はい、髪の毛が完成しました。めちゃめちゃサワサワ、こんな感じいい感じです、うん、で今日のコーディネートもご紹介しますこちらがマルクの新作のカーディガン、めっちゃ可愛いです。このホワイトのパンツもマルクの新作で、このね白いブーツは普通にマルクでね発売中のやつになります。今日はこんな感じのホワイトコーディネートになっております。うん、今塗ってるリップはさっき白で購入したこのリップで、ね、1101番こんな感じのテラコッタ色でめっちゃ可愛かったです。リップ忘れたからねさっき買ったんだけど、いい感じだ、うん、はい、こんな感じで今日の私の一日の Vlog でした。で今日撮っていたカメラがね、実はいつもと違うカメラになっています。ソニーさんの Vlog カメラをね、今までずっと使ってるんだけど、その Vlog カメラのもっといいやつが最近出て、それをね、今日は使って Vlog を撮っていました。概要欄の方にね、カメラのリンクは貼ってあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
私は今1週間だけこのカメラを、ね、レンタルさせてもらってて試し撮りしたりしてるんだけど、動画もすごいさ、めっちゃボケ感すごいないですか？すごい綺麗だし、なんかボケ感が強くなったなっていうのが一番の印象かな。で、画質はもちろん良くなってて、でもあの手ブレ機能がそのままついてたりとか、美肌補正がちゃんとそのままついてたりとかしてて、結構いいなと思ってて、もう買う気満々なんですけど今。動画もいいんだけど、写真がめちゃくちゃ良くて、前使ってた方の、Vlog カメラはね、写真がね、ちょっと微妙だったんですよね。動画ではいいけど、写真かなって思ってたのが、ちょっとこっちではね、解消されてて、すごい私が欲しかった機能がたくさんついてるので、めちゃめちゃ今気になってます。もしかしたらね、これ買うかもしれないですね。はい、実際に写真を撮ってみたらこんな感じです。結構ね、後ろのボケ感が強くて、本当に、ね、一眼レフみたいな綺麗な写真を撮ることができました。結構カメラの機能いいと思います。ネイルもしっかり綺麗に撮れてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。